こんにちは、チェンソーマン情報局です。このチャンネルではチェンソーマンの考察や情報を発信しています。今回のテーマはこちら、ブレイクダンサーが解説、コベニのダンスのここがすごい。チェンソーマンにさらわれたコベニはゲームセンターでダンスマッシュルームをやらされます。やったことないのにブレイクダンスを披露しています。長年ブレイクダンスをやっている私の視点から、コベニがゲーム中に何の技をしていたのか解説したいと思います。このチャンネルでは他にも考察やイラスト紹介などの動画を投稿しています。良ければチャンネル登録お願いします。ダンスマッシュルーム。このゲームは90年代末から2000年代にかけて大ヒットしたコナミのダンスデボリューションをオマージュしています。チェンソーマンの舞台は1997年なので年代が合います。上から降りてくる矢印に合わせてゲーム筐体の床にある矢印を踏むゲームですが、ダンスマッシュルームでは矢印がキノコになっています。 IIR の曲はスマイル .dk のバタフライから来ています。ダンデボといえばこの曲ですよね。コベニのダンス。コベニが披露しているのはその描写からブレイクダンスだとわかります。コベニが踊っているのは立ち踊り、トップロックが2つとパワームーブが2つです。インディアンステップ。トップロックの1つ目はこちら、上半身をひねっているところからインディアンステップだと考えられます。腰をツイストさせながらステップを踏むのでツイストとも言われています。ブレイクダンスの基本的なステップですが、綺麗に踊れているコベニのダンスレベルは非常に高いです。ロッキング。ブレイクダンスの起源にもなったと言われる勝ち踊りです。相手を挑発したり、相手の挑発を防御したりする動きが入っています。コベニの腕を上げながらステップを踏む様子などからロッキングだとわかります。チェンソーマンの舞台となっている1997年当時、ロッキングを取り入れていた日本人ブレイカーはまだいませんでした。コベニは本場アメリカのストリートでブレイクダンスを学んだのかもしれません。スワイプス。片足で地面を蹴って体を反転させながら回転もする技で、基本パワームーブの一つです。体の角度からかなり綺麗な形で回転できていることがわかります。回転中に正面を向いて相手を挑発しているところがコベニオリジナル。バトル慣れしていますね。フリーズ。片手で逆立ち状態になり、音に合わせて止まります。フリーズをしながらピースサインが渋い。ダンスマッシュルームのゲーム中にフリーズを入れるのはかなりの難易度の高さです。やはりコベニはバトル熟練者ですね。90-90。この技は頭と両足の角度からもしかすると90-90の可能性もあります。これは片手逆立ち状態で回転する大技です。ピースサインをしながら90-90を回る B ガールは世界初。最後にパーフェクトでポージングを決めているところもやばすぎです。私なんで踊ってるんだろうって言っていますが、もしこれが伏線だったら、コベニの契約悪魔がダンスの悪魔だったりして。いかがだったでしょうか。コベニのダンスについて解説させていただきました。コベニのダンスはチェンソーマン後半の息抜き箇所として重要な場面です。個人的にはアニメでこれら以外にもっと多くの技を繰り出してほしいです。今後も考察やイラストなどの情報を発信していきます。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。